トカノマサシは、千葉県インバ群栄町出身の元プロ野球選手。千葉県インバ群栄町出身。東院学園高等学校にあって、1年生の段階でベンチ入りを果たし、当時からレギュラー投手として活躍した。球速は時速140キロメートルを超え、東北高校の高い遊兵と並んで注目の高校生として名を馳せていた。 トガノの在籍した3年間、東院学園は家中に恵まれず、トガノの入学前と卒業後に、東院学園が甲子園出場を果たしているが、トガノは春夏通じて一度も甲子園の土を踏むことなく終わる。3年の夏は、準決勝の東海大相模戦で予想を覆す、圧倒的な相模ペースで試合が進み、コールド負けを喫した。トガノには、 プロ入りも有力であったが力不足を実感し、高校卒業後は、社会人野球の新日本石油に入団。1年目から、都市対抗野球に出場した。2005年には三菱不走川崎の補強選手として、都市対抗野球に出場し、本格歯ギュうでとして、優勝に貢献。同年のドラフト会議で読売ジャイアンツから3位指名を、受け入団。ルーキーイヤーの2006年、 5月23日の対北海道日本ハームファイターズ戦で中継ぎで初登板を果たし7試合に登板。2007年は一軍登板なしに終わった。2008年は不調の門倉剣野間口隆彦に代わる先発投手の一角として自身初の開幕一軍を果たした。3月30日の東京ヤクルトスワローズ戦にて先発登板。 5回に失点の結果を残した。2009年はわずか5試合の登板に終わり、2010年は2軍スタートとなり、シーズン中の7月28日、浅井秀樹との交換トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍。背番号は62。移籍後すぐに1軍に合流し、8月6日の対日本ハム戦で移籍後初登板を果たすも、中田翔に、 本塁打を浴びるなど不調で2軍に降格。囲碁声はかからず、結局2試合の登板に終わった。周期キャンプでの紅白戦で高騰し、新監督に就任した星野戦一から期待を寄せる選手の一人であると言われた。2011年は2位軍で10試合に登板するも29失点を起きし、防御率11.37に終わった。10月9日に、 戦力外通告を受け、12月2日に自由、契約公示されて引退した。2012年1月1日、読売ジャイアンツに打撃投手として入団した。最高球速時速149キロメートルの速球とスライダーを武器とする投手。プロ入団時のドラフト会議前には、横浜ベスターズと相思相愛であることを公表しており、 たた球団からの指名をを拒否する姿勢を見せていたが巨人が強行指名を行った格好となった。巨人はドラフト会議前にトガノに指名をすることを伝えており、またトガノ本人も所属先や周囲との関係から横浜志望を公言していたものの、本人自身はそこまで強く横浜入りを希望していたわけではなく、指名後は入団交渉が特に難航することもなく、 入団決定の運びとなった。小学生の頃に、テレビ番組、筋肉番付の名物コーナー、ストラックアウトで8枚抜きを記録したことがある。ありがとうございます。